天笠茂太郎1月11日から1958年3月26日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。山形県米沢市出身。仙台陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1905年11月陸軍士官学校を卒業。翌年6月、不評少尉に任官し不評第32連隊付けと、 なる。中央幼年学校生徒体付けなどを経て、1917年11月、陸軍大学校を卒業した。不評第32連隊中隊長、参謀本部員、不評第40連隊大隊長、陸軍不評学校教官、第7師団参謀などを歴任。1930年8月、陸軍大佐に昇進し、京城帝国大学の配属将校となる。 ルス第11師団参謀長を経て、不評第15連隊長となり、第1次上海事変により動員されるが満州に転用され、馬仙山軍の攻撃に従事。教育総監部所務課長を経て、1935年8月、陸軍少将に進級。特王と握手する天笠不評第9旅団長、陸士幹事、陸軍横士官学校長を歴任し、 1938年7月、陸軍中将となり陸軍と山賀校長を兼務した。1939年3月、新設の第33師団長に親保され、中国戦線で活動。1941年1月、中門軍司令官となり、参謀本部付を経て1942年4月、予備役に編入された。ありがとうございます。